私はもともと化学なんですね。基礎研究やってたんですけど、博士課程に行くときに指導教官の先生から、これからもっとこう世の中の役に立つ研究をしたらどうかと、それで何をやるんでしょうかって聞いたら、バイオマテリアルっていう、まあ、これは医学に使う高分子材料ですよね。だからそういう研究をやったらどうかと言われて、そっちの道に進みました。世の中の大きな発見というのは必ずしも基礎から出てないんですよね。全部何かこう応用開発から新しいことに使っているので、まあ、僕の感覚では基礎から応用に行くものもあるかもしれないけど、応用を考えた研究から新しい基礎が出るってこともいっぱいあるんですね。だから僕らがやってる研究は高分子ミセルっていうものをドラッグデリバリーに使う研究ですけど、実はそのある意味ではこう非常に課題解決型ですけど、そこから今までの要するに基礎研究でやられていた高分子ミセルの学問の中からできなかったような新しい高分子ミセルとか新しい解合体であるとか、そういうものがどんどん見つかってきています。基礎と応用を分けるっていうのはこれ19世紀の考えなんですよ。19世紀っていうのは結局情報がないですよね。だからお互いに研究者同士のこう情報交換もできないので、基礎研究やってる人は実はすごい役に立つことをやってるんだけど、それを自分が分からない。で、この応用をやってる人はすごい基礎的にすごいいい発見をしてるんだけど、それが分からない。だからそういう時代だったんですね。だから分かれてたんですね。だけど今は情報の社会ですから、それが一緒になるはずなんですよ。だから今度こういう川崎でね、オープンイノベーションの場を作るっていうのはまさにそういうことなんですね。つまり基礎と応用の人が一緒に、要するにメルティングポットですよ、るつぼの中に入ることによって自分の価値が分かるわけです。例えばすごい馬鹿げたことやってても分かんないし、すごいことやってても分かんないでしょ。だけど違う価値観を持った人と一緒にやることによって、あ、自分のやってる研究ってのは実はこんなにすごいんだとか、こんなくだらないことやってたんだとかっていうのは分かるんですよ。だからそれがやっぱりなんでみんな異分野の人が一緒にいなきゃいけないかというと、それはも目的じゃないんですよね。やっぱりそういう違う人たちが一緒にいることによって違う価値観がぶつかり合って、そこから新しい発想なりブレイクスルーが出るわけですね。ナノキャリアって会社自体がやっぱりるつぼなんですよね、ある意味でね。薬学の専門家と、まあ高分子の専門家もいるし、まあもちろんビジネス、まあこれはどこでもいると思いますけど、その技術の要するに寄って立つ基盤がね、もともとこう融合してるわけですよ。一つはやっぱりいろんな分野の人が集まる求心力がないといけないですよね。そのためにはやっぱり便利じゃないといけないですね。やっぱりすぐ来れるような、やっぱ空港のそばっていうのはすごく重要だと。だからこれも世界的なトレンドじゃないでしょうかね。だってもともと明治に作った時は最先端の場所だったんじゃないですか。その頃のまさにねフロントの産業がおあそこに作ったわけでしょ。だからやっぱり地の利としてはすごくいいんじゃないですかね。もう一つはもともとそういうとこは企業が集積してましたよね。特にものづくりの化学産業、そうすると我々がやってることはまさに医療のためのものづくりですから、やっぱりでも大学の中だけではやっぱりできない。そういう時に異なる化学産業の中で出てきた技術とかね、考え方とか素材とかを持ち寄ってもらうことによって、あ、こういうことができるんだとか、こんな発想ができるんだとか、やっぱそういうことがこうできると思うんですね。だから違ういろんな産業業種が集まっていること、それから特に飛行機ですけどを使って一飛びで来れることですね。やっぱりこういう点ではすごく大きな魅力がある場所だと思います。それからもう一つ大事なことは、ものづくりの中だけで集まっててもね、これはある意味で井の中の蛙ず大海を知らずでね、役にも立たないものを作るんですよ。そうするとやっぱりそこにはこうユーザーの立場で考える人がいなくちゃいけないですよね。そういう点では医療関係者が
簡単に集まれなくちゃいけないですね。ただ大事なことは一番僕がやってきていけないと思っていることは、その私は作る人、あなたは使う人の発想では絶対うまくいかないですね。日本のね、やっぱりこれまでの産学連携のいけないところはやっぱりさっきの話なんですよ。つまりここまでは大学の仕事ですと、ここから企業の仕事ですと。そうすると例えば大学のシリーズを企業が持ち帰って、そこから先は全然分かんないです、何やってるか、ね、つまりそこで要するに分業になっちゃうんですね。その分業になったら何が起こるかというと、結局情報が遮断されますから、やっぱりうまくいかなくなった時に必ず相手のせいにするわけです。やっぱり大学の研究者とベンチャーとか企業の研究者はやっぱりある意味で対等なんですね。つまりいかにいいシリーズがあったって、それが物にならなかったら使えないんですよ。だけどいかに改良技術ができたって、物は元がなかったらできないんですよ。だからやっぱり両方がないとできないわけですね。やっぱり意外とつまり企業の人はね、自分の方がよく分かってると思うかもしれないけど、それはひょっとしたらおごりかもしれない。それから大学の研究者は自分のやってることが最高だと思ってるかもしれないけど、実は企業の人の方が本質を見てるかもしれない。だからそれをお互いに遠慮して言わなかったら何もこういいものはできないじゃないですか。だからそれをやっぱりこう最後の製品まで一緒に見届ける、まあ、最後まで行くのは確かに難しいかもしれないけど、ある目処が立つまでは一緒に見届けるっていうような、そういう仕組みがやっぱり必要なんですね。それぞれが殻にこもらない、それから自分の役割を自分で勝手に規定しないということですね。でこれは自分の可能性を殺してしまうということと、それから逆に相手に失礼ですよね。つまりここから先は俺がやるんだと、だけどじゃあ本当にできるんですかと、その時に他の人のアイデアも必要なんじゃないですかと。つまり今新しいイノベーションとか新しいものっていうのはいつどこでどういう形で出てくるか分かんないので、最初からその人の才能を要するにそうやってこう区切るのではなくて、やっぱりこうどこからでもそこにアクセスできて、その一緒にやれるような仕組みを作っておくことによって、開発の方から基礎の話が出たり、基礎から開発が出たりっていう、だから早いんじゃないですか。だからやっぱりそれを例えばこういう川崎のこういうところでね、一つでも二つでも出てきたら、あ、なるほど、そういうやり方があるのかなっていうふうになるんじゃないですかね。